逃げたわ、サテンさん。どけ。ここにいて、お願い。私に追いつけると。追いつけなくても絶対逃がさないから。ウイハルさん、追跡できてます。 B4、D5、かなりの速度で移動中です。どこ？5メートル先を右に、そこから突き当たりを左です。分かった。レーザーを B8 へ。了解ですわ。そこから左です。どこへでも逃げなさいな。次は右。こちらは通行止め。ついでに言えば私ジャッジメントですの。テレポート。危ないじゃないですの。梅雨払いの仕事はここまでとしましょう。だってそちらには。走るのに夢中だったのね。今頃気づいたの？おかえりなさい。逃げられないわよ。逃げるですって？私はやると決めたらとことんやるわよ。目的があるから。私の精神は苦痛を制御する。かつての記録を生み出した私の特性がどれほど面倒か差し違えて教えてあげようか。私の電撃を受けて立てたのはそういうことか。こいつに勝つことはできる。でもこれだけの耐久力があると厄介ね。生半可なダメージでは倒れないわ。しかもこいつの目的はドーピング検査。子供の体内に異物が混入していないかを調べるためにこんなことをしてるのよね。その話が本当だとしたらこの戦いは無意味だわ。どうする？まあ考えるまでもないわよね。そう、私を止めるつもりはないのね。冗談。このまま放っておけるわけないでしょ。なぜ？あんたには女の子の大事な髪を切った分が残ってる。1万メートル走だと長い髪は邪魔になるだけだから実感湧かないんだけど。でも命を懸けるほどのこと？こっちは刃物握ってるのね。夕暮れ頃に第7学区でジョギングしている小学生の女の子がいるのは知ってる？その子が言うには嫌なことがあっても走れば忘れられるんだって何を忘れたいかは言わなくてもわかるわよね。ちなみにその子は香水もつけてるわ。デパートの化粧品売り場にある試供品を使ったの。まあとある怪人をやっつけるために使えるって私の友達が都市伝説を紹介したからなんだけど。それはあんたが髪を切った女の子の一人よ。あんたが本当にあの子たちのためになっているならあの子は笑ってるはずよね。でも現実にはあんたはあの子を泣かせている。私はどんな目的を掲げたってあんたが方法を間違えたのは変わらない。それが
どんなに小さなことだったとしても、手先をちょっと切っただけだったとしてもね。だってあの子は本気で怯えていたもの。カミキリムシに殺されるって震えていた。本気であの子を守りたかったのなら、本気でその目的を掲げ続けるなら、あんたは何があってもあの子に刃物なんか向けて怖がらせちゃいけなかったのよ。あなた本気で私と戦うつもりなの？当然でしょ。あの子を震えさせた分はきちんとここで支払ってもらうわ。そのためなら命だってかけられる。この先仮にあんたとあの子が一緒に笑う日が来るとしても、それは私にぶっ飛ばされてからよ。なるほど、そこまでそのレベルでいかれる人間か。同類とか気持ちの悪いことは言わないでね。言わないわ。勝ち負けが決まる時点でやっぱりそれは同じじゃないでしょ。あんたのねじ曲がった考えを、そのハサミごと吹っ飛ばしてあげる。いいわ、自分が正しいと思うのなら証明してみせなさい。結局大きな事件になってしまいましたね。お姉様に刃を向けただけでも大罪ですわ。立派な殺人未遂ですもの。すぐには出てこられないでしょうね。そうね。でも釈放されても多分再犯はないと思う。お姉さんは、まあ何はともあれ犯人を逮捕できてよかったですよ。でもまさかカミキリムシの正体があの元アスリート三好なんとかだったとはね。三好よしこです。さてさ、どうやら事件にはなっていないものの、クレーマーとしては有名だったみたいですね。彼女の名前は複数の企業のブラックリストにも載っています。彼女の対応をした人はすごく大変だったろうね。はい、アンチスキルに対処してほしいという通報もあったと記載されています。彼女いろんな会社に電話やメールを送りつけたりしてたのかな。それでパッケージに書かれていることは本当か、詳しい製法を全部教えろとか迫ってたのかも。でもそれが聞き入れられなかったから彼女は調査方法を変更したとか。カミキリムシ、クレーマーなんて一言で片付けちゃっていいのかな。どうなんでしょう。ストーカー、クレーマー、モンスターなんとか、世の中にはいろんな分類がありますわ。けれどどの分類だってどの人間だって一人一人で事情は全く違うものですわ。カミキリムシはその一番尖ったところにいたんでしょう。でもさ、カミキリムシ、三好よしこだよね。あいつがドーピングのことを知っていたのは想像がつくわ。髪の毛の検査法にしてもね。それがどうしたんですか？でも検査を受けていた側の三好は具体的な検査の手順なんて熟知していたのかしら。元アスリートの彼女がその手の知識に詳しかったとは思えませんね。厨房が見えるケーキ屋さんなんて珍しくない。でもそれを見るだけでケーキの作り方をマスターできる人って珍しいわよね。ええ、普通ならそんなことできないですもん。となると集めた髪の毛の検査をどこかの機関に依頼していたということではありませんの？
こんな事件性のある髪の検査なんて引き受けてくれるところあるのかしら。正直には話さないで、なんか適当な理由をでっち上げたとかじゃないですか。かもしれないけど、もしそうじゃなかったとしたら、ひょっとしたらカミキリムシには協力者がいたのかも。え、そんなことってあるんでしょうか。可能性がないとは言い切れませんけど、でも誰が何のために。